今日の気分を1から10の数字で表現してみましょうか。2です。1が悪くて10が良い状態を表しますが。2です。今日は頭がノコギリの刃がついた三角形になっていく気がして外に出た。白い雪の上を歩いていたら少し落ち着く。食べ物に対する欲求、お金を使うことに対する罪悪感、不潔感、全身がかゆい、薬の濃度が濃くなっていると思われる。昨日は肉がネズミに見え食べられなかった。電車内で見た自分の手がネズミに見える。鏡を見るのも嫌だ。ネズミのようだ。電車内で大音量の音楽を聴き、人類に神のメッセージを伝える。私が出演するドキュメンタリーに面白いオチをつけなければいけない。このドキュメンタリーのご褒美は好きなアーティストに会えること。脳内に悪魔のような編集者がいる。電車は信じられない。これは新宿行きですか？と何度も聞く。全ての人は役者だ。誰かがカメラで私を撮影している。演出に合わせた演技をしないといけない。プロデューサーの意図を把握する努力をする。外の車は撮影用の車だ。人の眠る権利を無視するこの番組。
信じる場所は学校しかない。夜2時に学校に向かう。入院した方が良いと思われます。私は先生に嘘をついています。病気が重くなるとお勉強できなくなるかもしれません。病気治しましょう。いいえ、まだ大きな絵が描けていません。